先月まで東京湾奥地域でこの城についたメスの群れを追って釣りをしていました。活性も非常によく釣りまくっていたのですが、釣り上げたダメージにより産卵に参加できないのではないかと思う、思い始め罪悪感を感じるようになってしまいました。魚たちは実際どれぐらいの時間で回復するのでしょうか産卵できなくなってしまうということもあるんでしょうかそうですね。まあ、これはまず一つは、本当のことは誰もわからない。逃がしたとはね。やは自分の思うに、 やっぱり迅速に出血もなく、大きな出血もなく、迅速にさっと逃げた魚は多分大丈夫なんじゃないかなと思います。でもうやっぱりエラーが傷ついたり、えー、釣り上げて船の上にいる時間が長くて、で、みでこう、ぶつ持ちとかでもみんなベタベタ触られちゃって、いろいろダメージを受けた魚はもしかしたら産卵に関係 参加できななないいい可能性も高いんじゃないかなと実際1月2月にそういうちょっとその後ね飯も食えないんですよねだから痩せてなんとか頑張って生きてるって魚があこれなら食えそうだっつっておもゆっくり巻いてくるね新品とか食ってきてあこれは多分去年の秋につってやっと回復だから辛うじてね頑張って生きてやっと食えそうなとこ俺に のまた身辺が食わせてしまったっつって、俺で一番罪悪感感じるのはそういう時なんですけど、そういうケースもあると思います。はい。なので、まあ、最終的にはその罪悪感を感じるぐらいだったら釣りしない方がいいっていうのが答えなんですけど、じゃあその罪悪感を感じるね瞬間を少しでも減らすために、自分はやっぱ、特にバカバカ釣れるタイミングなんかでは、やっぱバーブレスフックを積極的に使うし、 あの、リリースもめちゃくちゃ早くするのを心がけてますね。写真なんかよりも、YouTuber なんかもやってますけど、実際、フィールドで、なんか、実際、動線した人はちょっと驚くぐらい、はい、僕が、あの、実際撮っても、なんかカメラに入らないギリギリぐらいで、リリース、リリース、リリースってさ、囁いてるので、 えー、あっっつってパッとやりますねでも意外と他のプロなんかもこれ批判じゃないんですけどやっぱ自分が思ってるスピード感とは全然違うんでやっぱちょっとのんびりしてたりするんででも自分がやっぱ囁くとあーって確かにって感じでやるんですけど思いますねでまあでやっぱりこうかっぱりの人は0か1か2とかまあよっぽどね爆笑してもそんな毎日釣れるわけじゃないですけどやっぱり釣りのその 資源っておいて、ボートガイドがね、毎日出てるボートガイドが一晩でね、それなりに多分こういう感じで釣られると思うんですよね。だからそこのね、ダメージはそれなりに、あの、こう、累積してすごいことになると思うんで、ガイドボートの人はもっとリリース早くしたらいいのになっていうのはすごいよく思いますね。 で、例えば結構いけすに魚入れといて、最後まとめて集合写真撮ったりするじゃないですか。で、昭和ならいいんですけど、なんか今の時代、それ、あの、昔はそれでお客さんが来ることもあっただろうけど、まあ今もね、そうなんでしょうけど、まあ人気がある船宿なんかね、そんなことしなくてもお客さん来る。予約埋まってるわけですから、やらなくてもいいのになって思うこともあるし、やっぱそこで、そ、だから、 その魚が産卵するしないとかが3年後、5年後の自分たちのまたその商売を左右するわけですから、あともっと意識高くてもいいのになっていうのは、あの、やっぱり船長さん高い人も多いんで、よくそういう話はしたりしますね。ただ全員が全員そうじゃないし、まあそういう境界があるわけでもないので、そう思ってるなって感じで。だから本当に言うとお客さんが乗ってる人たちが、 もう船長これ、どんどん逃がしちゃった方がいいんじゃないですかみたいな感じで言ってってあげて、船長もね別に集め,集めときたいわけじゃないし、魚をなんだ要はダメージ与えたくてやってるわけじゃないんで、魚どんどん逃がしましょうって、お客さんが言えば安心してね、どうなるか分かんないんで、取ってたりする人もいるとか、これをキープするのかリリースするのか分かんないとかね、そんな感じだと思うんで、うん、と思いますね。はい